ちょい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 、はい、君、マスクしてんやな。なんでマスクしてない、ちゃんとしろよ。すいません、すいません。おう、お前誰やねん。と、彼の恋愛家庭教師です。ふざけんなよ。お前ちょっとこっち来いよ、お前。すいません、すいません、すいません。おいおい、すいません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 。こんにちは、山崎です。この番組は、体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。おいっていう感じやんか、はい、おいっていう感じで、はい、例えばこの状態で、はい、こう、これ今結構本気で言ってるんやけど、はい、こうへんやろ、はい、僕も結構グッと言ってますから、ね、グッと言ってるやろ、はい、なんこの時の姿勢が、はい、今パッと見たら、はい、いい姿勢に見えるけど、はい、結構実は緊張した姿勢なんや、うんうんうん、これをなでやっていくだけでいけるの分かる、なんか感じたけど、はい、こうもう一回な、はい、こう持っとくでしょ。でこうやるとなんかいい姿勢に見える、うん、そのまま下に下げても難しいやん。だからあ、すいませんってやるとくるやんか。くる、はいはい、わかります、はいはいはい。ってなったら、はい、どこを見てほしいのかっていうと、ここの筋膜なの。うん、ちょっとね、ここさ、手のひらで触ってもらって、はい、で、今いわゆるいい姿勢、うんうん、まあ、本当は良くない姿勢、胸張ってる姿勢ですね、うん、でそれで下に筋膜ごと下に下げてくれる、はい、どう、なんかね、ピッチピチ抵抗してるの分かる、はい、下に下げようとしてるのに筋膜が上の方に上がろうとしてるの分かる、はい、全然、おこうやったらこれ下げようとしてみ、おお、一緒に行く、一緒に行くの分かる、一緒に行くけど、これを無意識のうちにこうほら引っかかるようにしてんのよ。僕結構あのニュートラルこれですね、うん、そうやろ、はい、なこの骨とかも出てるやろ、これを削っていくっていうか、そうそう、そう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 、そう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 、筋膜、胸の筋膜の方向がまだ上行ってんのよね。あ、そうね。うん、はい、ここは力まへん。この辺は何もないにしたい。これ結構あれですね、うん、心理的にちょっと、うん、なんだろうな、今まで学んできたものもあるから、うん、なんかこんなに抜くんかってちょっと不安に思う自分がいるんですけど、でもこれでも触ったらもうほんま一目瞭然、ね、全然硬さちゃうよ、はい、こうやってやるやろ。なら、この状態でちょっとこうやり方変えると、体の向きをこっちに向けてみて。こう、うんうん、こうです。ここで当たり、はい、ってことはここはぶつかってんねんな、はい、例えば同じように手を置いてみて、はい、なら、ちょっと止めとってな、はい、こっちに行くから、はい、そう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 、分かる、はい、ここやめてみて。いや、なんか行こうとするところの主張がこう向きにしてみて、はい、ここが強くなったね、はいはいはい、これへっこめなあかんねん、そう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 それやめんなと、はい、そのあ、なんかやってきたなっていうところに反応しちゃうの、うん、はははは。だから例えばこうおいってこうやってて、あ、すんませんってやろうと思ったらなんか下にしようとしたなっていうのがなんか分かるやん、はい、当たりのさっきの説明受けたから、はい、下にやってやろうと思ったらあかんねん、あ、すんませんすんませんってかといってまあそれをね実践的にやろうと思ったら、はい、ちょっとカモちゃんそれ、はい、今の理屈を含めてやってみ、はい、おいおい、うー、言うても言うてもいよいよ、こんな軸ないよ。最高まで。ああ、ダメだ。ああ、さっきよりは強いけど。はい、ああ、はいはいはい。さっきよりは強い。あ、
そうですか。それはどういうことかって言ったら、ここ持ってみて、こうやろ、はい、この時にここを感じてへん。ほら、ここの関係性変わってんやん、はいはい、それがここに力から自分の肉体のストレスを抜くことばっかり注意して、うん、俺が触っているここの食感を変えちゃってんの。へえ、うんうん、これを変えたらいいの。おい、これ変えたらいいの。おお、そうそうそう、そっちの方がいい、そっちの方がいい。あ、そうなんだ。これそれを一瞬でやる。一瞬ね、今の絶対にそんな時間ない。ちょっと待ってね、整えます。まあ、だからその肝心なことっていうのは、まず一つがそのこの胸の筋膜の方向ですね。どうしても男の人やったら自分を強く見せたいとか、はい、俺は胸なんか張ってるんだみたいな、はい、風に見せたい人が多いやんか。でそうなった時になんかその体の芯から自信が溢れてるっていうよりも表面的な自信になるの。だからこういうリラックスした体にしてたかって自信ある人はあるね。もっと奥底からのもんやから、はい、こうやったらさ、ちょっとなんかもうダサいやん。かっこいいと思ってた。かっこいいと思ってたら表面的やろ、はいはい、けどリラックスしててどうぞって言ってるぐらい、あ、もうすんませんって言ってても整ってる人の方が、はい、そっち側に僕はなりたいと思う。なるほど。体自体もその方が強いし、うんうん、だから負けるが勝ちや。負けるが勝ちと対立する精神をなくすよ。でも消極でもないよ。こう持ってみて、すんませんってこれとずっと持ったままや、はい、だから逃げるんじゃないし、こう下にかがむんでもないと。こうやったらそっちでできるやん、はい、だからここ関係してんの。例えば街で、はい、あの絡んできよったら、うん、もっとこう持った時にそうそうそう押してきよるやん、はい、押してきた状況でこっち側がいくら何もか、はい、こうやろうがそんな程度では向こうのエネルギーこうするやつやで。その時興奮もすごいしてるねっていう状況なわけですよ。だからそんな時にふにゃふにゃしてたりとか、なんかあの体をどう使ってとか、やっぱそんな考えてたら無理やん。相手がキューバーそんくらいの相手が来ている気持ちぐらいの気は出してなあかん。グイッとやるほど、うん、跳ね返る力が強かったというか。ほう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 、自分にね。そうですね、うん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 、はい、それは、うん、そのぐらい気をちゃんと出してるから、うん、ふってなくなった感じ。はははは。自分がグーッと強く押してたら、はい、わーってなるやん、はいはい、でこれがちょっとしか押していけたらふわーぐらいやんか、はい、それがグーッてってなんかふってなくなる感じだから、だからふっとく感じなの。はははは。だからそっち側はそっち側の 気持ちの強さがあって、はい、ね、こうやって 対抗や、はい、じゃなくて、うん、なんか弱いな、強い。おお強く来たらこっち側も気持ちは強いんやけれども肉体的には対立しない。うん、なんかその対立せんと柔らかい気持ちで柔らかい肉体で、でも気持ちはちゃんと組んでんねん。相手のこんくらいのエネルギーで来とるわけやから、それは組んでんねん。組んでるのか、うん、はい、それを受け止めての柔らかい。だからその精神のところの方が大事で、あとはこの筋膜の方向とかの特徴的なところがねあったんで、まずこの方向を上に上がらない。こうなると頭に血が上りやすいし、頭寒足熱っていう言葉聞いたことあると思うんですけど、頭は寒くて下が熱い方が健康体なんですよね。で下にエネルギーがかかってましたよね。こうやっても普通に持ってます。でこれを下にしようと思っても、うん、頭に血が上ってる人はエネルギーがこっちに上っちゃうねんな。だから下に、うん、無理やん、はい、な。だから自分の中でよっぽどこのエネルギー強くせるの。その時にはこの膜が上がってたらあかんね。うん、まあそれとあと相手のこの持っているのを、この触れている
圧力とか、どの拳の中のどこが強いのかとか、それを体で感じてます、ね、でこれを感じてここの関係性を変えへんで中でねこうぶつからへんようにしてるんですね。まあその相手を感じるとっていうことと、気持ちで筋膜の方向、ここをね、大事にしてもらえたら、まあ、こういうことができるかもしれないんで、よかったら、まあ、仲間同士で、試してみてください。この番組が面白いと思われた方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。